どうだ、僕の言う通りすごかっただろう。確かに、どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。実は戦争が始まる前、自分は渡積島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を送っていましたが、メガリレーが敷かれてから全てが変わりました。幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一心に抵抗軍に入りました。どうやらまだまだ進むべき道は長いみたいですが、神の目がなく戦いの才能もない我々は本当に皆さんのように戦場で活躍できるのでしょうか。今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。では練習の続きを行ってまいります。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の奇襲だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。共に幕府軍を追い払うぞ。そんなバカな、ここには攻め込めないはずだ。僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。